コーディグレンはジョージア州リバーデール出身のアメリカンフットボール選手。ポジションはオフェンシブタックル。現在はフリーエージェント。高校時代はオフェンシブラインマンとディフェンシブラインマンのそれぞれでプレー、しており、ウィル・ラックリーとチームメイトであった。大学進学の際、ライバルズ .com から4つ星に評価された。2008年のガードでは16位に、 ランクされている。ジョージア大学へ進学した後は1年時に10試合の先発を含む13試合に出場し、カレージフットボールニュースが選ぶオールフレッシュマンファーストチームに選ばれ、在学中の4年間で50試合に先発出場した。これはジョージア大学のオフェンシブラインマンとしては歴代トップのクリントボーリングに並ぶ大記録であった。左ガードとしては28試合。 左タックルとしては18試合、右ガードとしては4試合で先発している。ジョージア大学在学中の2010年にはオールアメリカンに選ばれ、カレッジフットボールのトップクラスのガードの一人と考えられた。2011年にはサウスイースタンカンファレンスのファーストチームに選ばれた。2012年のドラフトコンバインでは40ヤード走やポジションドリルで評価を高めた。 NFL ドラフト前にはガードの選手としてはデビッド・デカストロに次ぐ高い評価を受けた。ドラフトでは2041位でバッファロー・ビルズから指名されて入団した。同年8月にチャン・ゲイリーヘッドコーチより先発左タックルに指名された。2013年には全試合先発出場し、2015年までの4年間で61試合に先発出場した。 2016年3月1日、ビルズより非独占フランチャイズ指定を受けた。大学では主にガードとしてプレーしていたが、タックルとしてプレーできる運動能力と機動力も持っている。軽快なフットワークとリーチの長さがあり、サイズ、強さも備えている。ドラフト前には40ヤード走で瞬発力の高さをポジションドリルで滑らかな動きを見せた。ありがとうございます。